よし、どうも、三島です。ということで、今日姫路に来てるんですけど、今日の企画が、姫路のおすすめスポットを紹介するんですけど、1000円パンチで、買った時だけその店舗に行けるっていう。で、負けたらもう行けへん。代わりに、ラムーとか。そう、しょうもない。もう、ゴミみたいなスーパー。ゴミみたいなスーパーっていうのはいい意味やからな。めちゃくちゃ安い、低価格のスーパーっていう。だから買ったら最高の旅。負けたら、ゴミ。で、今来てるんが、姫路で一番有名なマルハンセンでしょ。ここも世界一有名。そう。で、今からちょっと1000円パンチしに行くんで。で、もし、負けたシーンって多分面白くないんで映せないです、今回は。だから、買った時だけ、ダン、ダン、ガコンっていうとこだけ。パパラパパパパパパパ。とりあえず1000円パンチ行くか。よっしゃ。じゃあ一発目は、ホルモン立つっていうところ。これ、どこ、京口であるんか。何がうまい？レバーがうまいんか。この肝っていうレバーとか、キムチも全部うまいし、あとカルビもうまい。で、しかもコスパもめっちゃええやろ。そう、安い。安くてマジでうまい。ほんまに隠れ家みたいなところにあるやろ。1店舗目は、ホルモン立つに挑戦ってことで、今から1000円パンチ行ってきます。負けました。次どこにしようかな。どこチャレンジしよう。次タコタナチャレンジするか。せや、場所はじゃあパチロ、ここでやろう。よっしゃ。毎回移動しとったら3日ぐらいかかる。ラムーとかザコ系は3回負けたら行きますわ。1回1回行って帰ってきよったらとんでもなく時間かかるから。じゃあ次ちょっとタコタナチャレンジしていきます。負けましたね。この謎の角度はね、次ちょっとカメラマンが打ってカメラマンが負けたっていう。次はちょっと有名な弁天屋。負けましたね、また。これほんまに全部ペカラン可能性あるぞ。一旦ラムー行きます、3回負けたんで。ラムーマジでめちゃくちゃ安いんですよ。スーパーとして使うならめちゃくちゃいい店ですよ。とりあえずラムー行きます。ということでラムー着きましたね。バクバクって、パクパクって言うのこれ。バクバクやんな。ちょっとバクバクやもん。バクバク。普通にでっかいたこ焼き6個入って100円。せめっちゃ安いから。2個買って、ラムーでなんか適当に1品買おうかなって。買いに行こうぜ。オッケー。買ってきたんですけど、まさかのソフトクリームがあったんで、これ100円。やばいから。安い。ほんまに安い。多分みんなびっくりするんやけど、これで100円。常に。毎日これ。ちょっと1個食うか。近所に欲しいな、これ。マジでうまい。真横に欲しいわ。で、ソフトクリームな。マジで最高やな、ラム。この、パクパクだけ欲しい。確かに。でもラムもすごい。ナポリタンとかペペロンチーノとか、100円。まあ、そうやな。次負けたら、口の開き。またこれ食ったら、またパチ屋行きます。弁天屋。弁天屋。とか、閉まっとうやん。どっち道買っとっても弁天屋行けてない。ということで、パチ屋に戻ってきました。もちろん、丸は。マルハン。次行くんが、アルベロ。釜で焼いたピザがあって、まあナポリピッツァやな。パスタもな、めっちゃうまいね。オイルパスタが特に美味しい。思い入れがある場所なんでね、僕にとって、このアルベロってところは。これは何としても勝ちたい。ガチで、ちょっと勝ち取りに行きます。はい、負けました。やばいぞ、4連続負けと。負けすぎ。次は、マルジューっていう店。もともと姫路駅に本店があったんやけど、ちょっと前に2号店がトホルにできて、最近ちょっと、まあ、コロナの関係がわからんけど、潰れちゃったんですよ。でも、実際美味しいんですよ。うまいうまい。店長が作ったのが美味しいんですよね、ここって。うん、社員とかやった瞬間、味めちゃくちゃ変わって、今店長がやっとるかわからんけど、ちょっと気になるような、そういう美味しい美味しくないかは別にして、店長がやっとったら確実にうまいから、久々に顔も見たいし、だからちょっとマルジュー行こうかなって感じ。というわけで、ガチで勝ちに行くか、これは。よっしゃ。仕事。ということで、また負けましたね。今何本負け？ 5000 円。もう、やばいじゃん。パクパク50個や。たこ焼き計算したら300個。じゃあ次は、バースデーっていう店がね、近くにあるんですよ。ケーキ屋さん。石垣っていうチョコレートケーキがめちゃくちゃうまいんですよ。あれは神やな。やばいよな。ケーキの中のトップみたいな。普通に、バースデーのケーキって言ったらまあ、普通のケーキ。基本は。でも、その石垣っていうやつだけ飛び抜けてうまいです。一番人気、ダントツ。ちょっとそれはね、ガチで勝ち取りに行きたいですよ。大体値段が500円ぐらいなんで、多分買ったらめっちゃ余るんですよ。ビッグで言ったら1人3000円以上あるから、ちょっとだけルール変更したいんですけど、買った金額だけ店行けるって感じで、行く前に店発表して、もしお金余ったらその店発表していくっていう感じにしますわ。ということで、ちょっとこれはガチで取りに行きたいから、ビッグ取りに行きます。やりましたね。勝ったわ。レギュラーやったけど、そう、レギュラーで即やめしたらマジで初めて。この石垣はね、僕個人的にめっちゃ紹介したかったし、マジで、マルハンからめっちゃ近い。マジ1キロもないから、すぐ向かいますわ。そうそう、とりあえずバースデーに持っていたんで、ちょっとケーキ買ってきますわ。一番最初に言ったタコタナが700円でいけるんで、まあ、300円か。ネギスジ丼っていうのがうまいんですよね。だからそこにちょっと今から行きます。でも、空いてない可能性高い。高いなぁ。なんか閉まっとんねんな、いつも。空いてなかったら、700円はちょっと保留で。
さあ、アイドルがタコタナ。着くぞ、タコタナ。お、アイト車。いえー。懐かしい。これが世界のネギスト。これやばいな。あれ、安いな、ここ。安い。300円。アイス付きで300円。これ絶対にもらえねえの。そう。で、お好み焼きも450円とかで、学生やったら50円引き。で、今からまた違うパチ屋ちょっと探して。はい。最強のパチ屋に来た。今世紀最大。そう。伝説のパチ屋って言われてもとこないけど。ビーナスギャラリー。ここやったらさすがに勝てるやろ。ワンチャンイベント日かもしれん。かますか。そうか、次の店を決めなかんねんな。買ったらピエノっていう、まあどういう店かというと、クリーム系のパスタが美味しい。その中でもカルボナーラが、もう段違い。マジでうまい。もう一個、ウニのクリームパスタ。これもやばい。あとグラタン。クリームグラタン。あれはもうマジでうまい。ガチでやばい。でも全部うまい。クリーム系が全部うまい。他はまあ普通かな。ここはもう何十回ぐらいと思うな。そうやな。濃厚すぎて、ほんで一皿で結構いい感じになるっていう。そう。イタリアン。ここだけはな、マジで勝ち取らなあかんから。絶対に行かなあかんですから、ちょっと勝ち取ってきます。負けましたね。二人同時打ちしたんですけど、どっちも負けたっすね。ピエノもなくなって、次行く予定やったら、これイタリアン攻めしようとしたんやけど、イルフォルノっていうところ、桜組っていう日本ナポリって言われるとピザがあるんやけど、そこで修行した人が働いておとこがイルフォルノってとこなんやけど、紹介せずに終わってもらった。ちょっと一瞬で1000円で取り返してきますわ。次ちょっと栄太郎チャレンジしていきます。くそー、また負けた。栄太郎もなし。最後の一戦は勝とうぜ。ということで、ハズレショップに来ましたね。靴の開き。でもこれ靴やけど、ジュースとか、いろいろお菓子、生活品全部と。ヒカルのメンバーの名人が働いとったとこ。あと、京平と。京平が先輩で、名人が後輩で、で、名人ここを飛んだらし。飛んでヒカルのメンバー入る。クソやな。っていう場所。とりあえず、5回負けとうから、5個分、何か買ってきます。クソ安いやつ。よし、待ってんだぞ。じゃあ、で、何買ってんだ。まず、こんにゃくゼリーやな。こんにゃくゼリーと、こんにゃくゼリーとこんにゃくゼリー全部こんにゃくゼリーと、いや、あと一個だけもう一個買った1000円安いなバリやつでUber一応にありかな、思うこんにゃくゼリーだけ食ってまうか靴履き替えたら多分当たるから丸半に行ってとどめさせに行きます。勝ったらカンバラで、負けたら憩いの湯、姫路で最もしょぼい温泉です。僕らはめっちゃ好きなんですけど、そこ絶対おばちゃんっていうのがいるんですよね。で、その人と僕仲いいんで、ちょっと久々に会いたいけど、負けたらそこってことです。そうやな、変態。まあ飯はなし、晩飯は。とりあえず丸半行きます。じゃあラスト勝負、マルハンついた。せやな。これで勝ったら全部がチャラになるわけよ。せや、逆に負けたらもう、やばい。罪や。負けたらやばい。というわけで、完全に負けましたね。もう、もうここや。車で喋っとうだけの動画やなと思って。これが姫路おすすめスポットの紹介動画。だから最後に憩いの湯だけ行ってね、それで締めっすね。ということで憩いの湯につきましたね。どこにでもあるような銭湯っすね。これに入って今日は終わりということで、最後風呂入って牛乳飲んだら終わります。ありがとうございました。じゃあ卵いただきます。はい、桃じゃったわ。え、桃じゃついた。どっち、僕ですか。うん、覚えとうすか。うん、さすが。それで姫路の旅は終了や。というわけで今日は終了っすね。さっきの声が変態おばちゃんっていう、3年ぶりくらいになったんか。最初の方忘れられとったけど、途中から思い出してきたわって言ったけどほんまかどうかわからんけど。というわけでありがとうございました。